どの辺にあったかな。この辺だったような気がするけど。あれか？3×2。土台だもんな、これ多分。ロケット撃って、床4枚抜いちゃおうか。ささっとやったら、まあ、多分邪魔も来ないでしょう。前回洞窟拠点抜いた時のロケットの弾の余りで、ここやっちゃいましょうか。ロケットランチャーでやってくれって言ってるようなもんだからな、あんな拠点。一応軽くなんですけども、まあ、準備できたのでいきたいと思います。ロケットランチャーの弾4発と C4 2枚。で、炸裂65発ですね。この4枚を抜いていこうかなと思います。で、早速やっちゃいましょうか。撃ちます。撃ちます。さらそう。ほう。なるほど。タンスあったね。うめえな。これでとりあえず塞げた。ショットガントラップ、とりあえず3人組か。タンスはこんな感じで、常勤176、焼いてないやつで10あって、火薬も680あって、硫黄も1450。俺の名を刻んどいた。結構うまそうなんだよな、資材的に。まあでも武器とか装備系は期待できないかな。よし、寝袋壊して見ていきましょう。火炎砲台と木材、鉱石、あれあんまり入ってない。どんな死に方してんのこの人。ジャーマンスープレックス食らったみたい。何も持ってねえな。廃材のアイスピックあったから奴隷はがどってた感じか。水、部品系も、まあでも微妙だな。皮が欲しいっすね。皮、皮427か。豆缶グレネード、歯車とかも少ねえな。一応キーカードは揃ってる。こっち側行こうか。え、これも入り口なんだこれ。ハンマー、お、スクラップ502、トンプソン、なるほどっすね。めちゃくちゃうめえかって言われたら、まあ微妙なとこだけど、炭素の中身はまあでもよかったかな。じゃあこれら急いで持って帰りたいと思います。怖えな、ミニコップ乗れるかな。よし、じゃあ帰りたいと思います。言って特に欲しいもんないしな。行きまーす。いや、ちょ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 、
戦車いる、戦車いる、戦車いる。行くか。で、出演料大丈夫か。28、帰れるか、これ。また出やがって、こいつ。お、強化版窓越し出た。爆薬？これでレベル3のアイテムコンプリートだね。やべえかな、これ。やばい、これそろそろ切れる。ここで止めるわ。フォークボールかのように落ちたんやけど。そう。あ、盗まれた。敵おるんこの辺。さすがにどっか行ったか。相手あんま取ってってないね。マグナムリボルバーぐらい。部品系もそんな言うほど取ってってないし。大したもん取られてないよな。ここで分解していって、窓越しリサーチちゃうかな。強化版窓越しリサーチ。レベル3コンプ。一回これで運搬しよう。新しくサムサイトついてる拠点なんかに出会ったら、イチコロだわ。ここね、この拠点怖いね。よし。じゃあ洞窟入っていきましょう。OK だね。で、これ自分がつけた装甲板の片開き。抜いた時は相手の扉がついてたんですけど、完全に風化させちゃって、もう自分の洞窟にしました。扉を外していきましょう。よし。これ最初土台立てたやつ、まあまあいい感じに土台立ててくれてんだよね。で、ここは石強化で問題なくて、ここが金属強化かな。よし。金属土台か。まあ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 。あ、常勤強化だった。よし。ということで、今回ロケットランチャーで拠点抜き行けたり、まあ、無事洞窟も囲うことができたので、まあ、本拠点と並行してこっちの洞窟拠点もガチガチに固めていけたらなと思います。そんな感じで、私頑張ってお会いしましょう。じゃあ。